大阪はね、30度、30度まで上がります。ほんまに暑くてね、やっとねプール入ることできました。おっさんがね、おっさんがささみをね、ささみの燻製をね細かく切って入れるんですよ。まあそのささみはね、重たくて浮いてこないね。今までのねおやつだったらねすぐ浮いてきたんですけどね、今回のささみは浮いてこない。もう埋めた大変でした。だけどね、頑張って何個か食べました。もう最後はねおっさんがね取ってくれたんですけどね、ね、ほんとこんな暑かったらね、どっか海とか山とかね行きたいんですけどね、おっさん電動車椅子やからね、どこにも連れて行ってくれないんですよ、ね、怖かったらね、姫様ね、どこにも行きたくない、こうやって家でね、プール入って、で、あと拭いてもらって、昼寝するのが一番いいかな、ね、もう秋になるまでね、姫様はそんな生活すると思います。でもね、たまには海とか川とか行きたいなとはね、夢と思うんですけどね、まあね、そう行ける日がいつか来ると思うんです。まあその時までね、家のプールで我慢します。それにしてもね、このおやつ浮いてこない、疲れるよね、これ。僕自身もね、ゆめた自身もね、潜れるんですけどね、なるべくね、顔をつけずに食べたいんですよ。あんまりね、水が好きじゃないんですよね。おっさんは犬やから、潜って食べろーとか言うんやけどね。僕はそんな水、好きじゃないから、その潜ってまでね食べたいなと思わないんですけどね、まあ犬それぞれやからね、まあ、潜るの好きな犬やったらねバーって潜ってパクパクって食うんやけど、犬やったらどうもね顔つけるのがね好きじゃない、なんで好きじゃないんかなと思ったら、昔ダムで溺れそうになったことがあるんで、まあその小さい時の記憶が頭の片隅にあるんかな、そんなんでねもう無理これからね、また暑い日が続くんで、皆さんもね、熱中症とかね、そうね、コロナとかにも感染しないようにね、3密を控えて、家でね、プールとかでね、小さい子はプールね、家のプールで遊んでください、水分しっかりとってよ、水分しっかりとって、じゃあ次回の動画で会いましょう。バイバーイ。